どうも皆さんこんにちは。今日もレムナント続きからやっていきたいと思います。語りは私コウニでお送りいたします。で、前回ですね、泥棒に遭いました。思い返してみれば完全に泥棒に遭いました。はい、気がつくまでね、随分と時間を要してしまいましたが、あれは完全に泥棒でした。何のアイテムか分かんなかったんですけど、まあもしね、機会があればやり直して取りに行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、前回、泥棒にあったと、ちょっとパニックってしまっていろいろ迷走した挙句ですね、戦士の街道でしたっけ、を通過してここの奥地のダンジョンですね、入ってきました。で、まあガンガン進んできまして、この先ですね、はい、見たらわかるボスじゃんっていう霧がかかってますので、今回はボス戦からね、入っていこうと思います。じゃあですね、早速言いましょう。よし、行くぞ。はい、こんにちは。敵が多い。とにかく敵が多い。あれちょっとあれですね、このペースで敵出られると結構しんどいっすね。ちょっとだったんだけど、いや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 、皆さん見なしたか、これが数の暴力というやつです。下も回りませんわ、下も回りませんわ。くっそー、
接ダメージ減らしてもこれか。うまくどうしようかな。もっとダメージ上昇させようか。よし、これでいこう。じゃあやってやったぜ。めっちゃくちゃ今アドレナリン出ましたわ。いやーきっつ。金コーラの巣。オッケーオッケー。アイテムは特に落ちないかな。いやー今無駄にアドレナリン出てますわ。敵の数に対するイライラと興奮と何やらよくわからないあれでもうモワーってしてますね。モワーってしてる。よし、とりあえず倒した。よし行こう。タンタタンタン。よーし、抜け出てきましたよーっと。めっちゃ明るい。
先進みましょうか。ここどこだ？マップ。まあ、ショートカットっすね。チェックポイントって出てますね。ちょっとアイテム回収しましょう。はい、スクラップ、スクラップと。で、扉をオープンします。オープンだ。ドア、ここで。はい、ショートカット開通。OK。じゃあちょっとチェックポイントで休憩しましょう。はい、ギョッと。じゃあ進みましょうかね、どんどんね。特に何もないかな。で、あそこが入り口だね。ちょっとこっちも見て、何もなさそうかな、この雰囲気は。何もないね。よしよし、OKOKOK。ここも何もなしと。よし、じゃあ、あの扉くぐっちゃおう。しかし、これ、なかなかご立派、ご大層な門になってますけど。よし、突入してるか。いきなりボスではないでしょう。入りまーす。どうも、こんにちは。つうか、ボスやん。ボスやん。めっちゃボスやん。今日連戦じゃないですか。ボス会です、ボス会。前回は一応ボス2匹やってますけど、ちょっとラベジャーの巣穴。巣穴とか。巣穴とかさ。あれやん。多分数出てきますよね、巣穴。ストーン、お、純銅だ。純銅つけちゃおうかな。そしたら、そしたらどうかな。ショックダメージ、まあ、とりあえずこれでいくか。いきますか。ラベジャーの巣穴って絶対数いっぱい出てくるやつやん。さっきから数に蹂躙されまくってるからな。一応こっちも味方2匹いるし、虫もちょっと出せますしね。まあ、まずはとりあえず虫出して、あ、違う違う、味方を出していきましょう。よし、ラベジャー倒しに行きます。どうせボスでしょ、ラベジャー。あれ、おらんねえ、ラベジャーさん。なんだろう、ラベジャーって。というか、これなんだ。あ、そうだ。えい。あ、よくもやってくれたなみたいな顔しちゃってますもんね。
それは。な、何だこのすり抜きで。ユウダメじゃない。いやすごいな、ありか。まあ、あんたただでさえそんな強そうなのに仲間連れてきちゃダメだって。柱先輩が、いやこれまた連れてくるでしょう。どこにいるの。あ、こっちか。どこにいる。やばいのことになった。よくよし、そう見つかれるんだ。そう見つかるんだ。おっしゃー、オーケー。犬っころが私に下がるからだ。よっしゃい、やってやったぜ。森の中からあんなお仲間連れてきちゃいけないんじゃないですか、これ。アーケインストライクっていうのも言ってたね。なんだろう、アーケインストライク。かっこいいよね、アーケインストライク。モッドパワー生成量。あ、近接攻撃ね。うん、多分使わん。出血しちゃったからな。出血耐性高いはずなのに出血するって相当だね。よし。ラベジャーに強さ見せつけたから先進もう。アイテムは、あれこれ出口2つある。あー違う、あ、違う、これ飛べるだら死ぬわ。よし、とりあえずラベジャーさん倒したから先進めちゃいましょうね。いや、しかしあんなでかい図体して仲間あんなに引き連れてね。この森一人じゃみんな戦わないよね。雷使う人もいるしさ、泥棒の人もそうだしさ、あのガーディアンの何でしたっけ、商人の人殺しちゃったあの人もさ、みんな召喚してくるよね。みんなそう。いや、まあ、最初からそうだったんですけど、それでもやっぱ限度ってありますもん。ちょっとやりすぎですよね。 OK、 体力を回復。ここでまだ終わんないのかな。ファウンダーの監獄。あ、これファウンダーの監獄じゃ、ファウンダー出てくるんじゃない目的の。あ、進むのかなこれ。まあ行くしかないね。そろそろこういうステージもちょっと飽きちゃうんですよね。何もないね。ちょっとやっとファウンダーに当てる、会えるってことですかね。あ、これは開かないかな。開かない。よし、下に行きましょう。そうするとさっきのラベジャーっていうのがここの番人っていう感じだったんでしょうね。いやー、でもよかったー。ボス今、あ、おっと、これ武器じゃないね。ブラッドとかなんだ。そろそろ新武器欲しいな。モッドがつけられるやつ。ファウンダー、あ、いる？あ、これファウンダーフォードか。これぶっ壊せばいいんじゃね？ぶっ壊せねえか。これ丸ついてるから壊せるんだよね、きっと。あ、ほらほらほら。オッケー。あー、思ったより若い。おお。これは驚きだ。
もう人間を見ることはないと思っていた。一体どうやってここへ、この世界へ来たんだ。やっぱいい声してるな。しようかな。やっぱこの名前を出した方がいいよね、ウォード司令から。うん。それは、ウォードが大変な状態になっているということだな。理由なしにあんなものを起動させるほど、エレンはバカではない。で、私に何の用だ？アルトールにたどり着いて、ある廃棄されたという場所に。まあ、あれこっちだろうね。アトールのルート、ウォード17のことか。一体なぜそんなところへ。参ったぞ。クローボーンが全ての根源だ。ハズガードのドリーマーがゲートだったのか。今までやってきたことが。忠告しておくぞ、君は今とても危険な状況にある。どうした？何が分かったの今。しかし君なら私が成し得なかったことを成し遂げられるかもしれない。急には成し遂げませんでした。何か力になれることはあるか。ハズガードって誰？ちょっと誰？ハズガード、あの狂人がドリーマーとルートをつないだのだ。そしてそれが全ての始まりだった。そうか、そんなことを考えつくわけがないな。ルートはあちこちからやってくる。しかしもしクローボーンが中心だとすれば。いいか、私はあそこに侵入する方法を知っている。ウォード13に鏡があるだろう。いや知らないですけど、居住区ではなく最下層の鍵のかかったエリアだ。ああ、あったな。そうだ、あの鏡は他の地区へとつながる扉だ。これを使うんだ。この鍵で鏡につながるコンピューターをアンロックすることができる。ほう。どうやってたどり着くんだ。ああそうだな、私のオフィスに行ったことはあるが、それを使え。それでウォード13の内部に入れる。ああそうだよね、そうだよね。やっぱり一番下の階へ行き、鍵のかかってる扉にこのカードキーを使うんだ。待て。ああ、だが時間を無駄にするな。ルートは君を待ってはくれないぞ。何ができるんだろうね。それはわからない。ルートは初めからいたんだ。そしてあの中にいるドラゴンか何かが奴らのリーダーだ。持てる力は全て出し切れ。決して気を緩めるんじゃないぞ。いぶすものは関係ないのかな。そしたら一緒に来ないか。私を見ろ。まだ戦えるように見えるか。私も戦えればよかったが、すっかり老いぼれてしまった。いや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 、今は君が最後の希望だ。いや、精神的支柱としてさ、戻ってきてくれたら助かるんだと思うんですよ。まあ、無理にとは言いませんけどね。今さらとても後悔しているよ。答えはすぐそこにあったのだな。諦めさえしなければ。しかしここまでたどり着くには高い代償が必要だった。すべての人、すべての愛する人々を犠牲にした。もう限界だったのだ。ああ、やってみる価値がないとは言わん。失うものが何も残っていないなら特にな。ただ、悪いことは言わない。それなりの代償が必要になることを理解しておけ。すべてが終わった時に苦しまないようにな。まあなんかよくわかんないですね。助かった、ありがとう。幸運を。
道のりは険しいぞ。なるほど、ファウンダーの鍵と。そうすると奥の暗いとこですね。トロフィーを獲得しました、ファウンダーと。 OK、 よーし、じゃあとりあえず鍵ももらったし、一回ルート13戻ってみましょうかね。ここ飛び越えたら死にますね。よし、行きましょう。ルート13へ。走る走る走る。あ、ルート13じゃないね。なんだルート13で、国道13号かよ。で、ウォード13ですね。ウォード13。よし、ウォード13へ向かいましょう。チェックポイントがあるから一発だしね。よし、飛ぶぞ。転送、ウォード13へ戻るっと。台車の、まあいっか。ウォード13戻ります。何よ。で、面倒くさいね。先ほど手に入れたラベジャーの落とし物から、これテンタクルショットっていうのが出せる武器、緑人の呪縛っていうのが作れるんですけど、これなかなか強いですよね。自動追尾式じゃないですけど、自動にこう攻撃してくる触手を作ってくるっていうことで、ちょっと作ります。終わったわよ。はい、というわけで鏡のあるとこ来ました。ウォード13の、地下3階ですかね。で、これがなんか別世界の入り口になっちゃうということで、起動するためのキーがあるので、これですね。ここにちょっとキー差し込んで、ちょっとやってみたいと思われます。思われますっていうか思いますね。で、ファウンダーの鍵を使えない。これじゃない、あれ。今使おうと思ったんですけど、これじゃないと。どれでしょう。あれとなると、鏡これだよね。起動するためのキーがこれではないと、使えない使えない。おや、ここを実験室に見てる隣かな。そうか、わかった、これだ。電源入れてないからだ。はい、これ電気つきました。で、電気がついてるから、ここの PC が起動していると。はい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 。で、ここでファウンダーの鍵を差し込む。あ、はい、正解。 OK、で、立ち上げればいいんだ。いい抜きをして続行で、システム診断装置じゃなくて、鏡を起動しちゃえばいいんだよね。鏡の初期化ってなかなか熱い言葉ですね。おー、これでいいのかな。あ、なんか文字出てる。よし、じゃあ鏡の中入っちゃいます。根絶する方法を見つけると。いや、これだいぶ核心部分迫ってきた感じですね。チェックポイントあるのかな、ここは。あ、というかあれ、ちょっと裏側世界みたいな感じなんだ。チェックポイントあるのかな、ここ。ウォード17。
れだ、鏡の世界だ。あ、ちなみにこれ見てください。武器作ってきちゃいました。緑人の加護ね。なんか触手を出してそれが敵にダメージ与えるとちょっとだけ体力回復するみたいな感じらしいんですよね。おお、あれ、チェックポイントはあんなところに。なんでしょう。そう、このキノコがなんかルート系のところには必ず生えてるみたいな感じなのかね。すごい、てか敵がいねえ。敵がいないのがいいことなんだけど、本当に何もないっすね。進んでいきましょうか。とりあえず結局あのタワーには行かないのかな。あとカトールでしたっけ。高度17ですね。ここからあれかな、外に出て塔に向かうみたいな感じなのかな。普通に進んじゃうね。全然敵いない。チェックポイントあるね。なんかいるね、なんかいるね。いや、なんかいるね。よし、じゃああれに話しかけるのは次回以降ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。だいぶこれクライマックス近づいてきちゃってるんじゃないですかね。いいですね、ちょっと熱くなってきましたよ。それじゃあ、今日のレムナントはここまでにしたいと思います。まあ、ラベージャー一発で倒してね、なかなか爽快な気分にはなれたんでね、非常に良かったです。じゃあまた次回ですね、お会いできたら大変ありがたく存じます。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。語りは私高2でお送りしました。それじゃあさよなら、バイバーイ。